さあ今回はエンパイアディフェンダーズというね、昔スチームに一瞬だけあったゲーム、まあ買ってたんですけど、ちょっと遊んでみたいなということでやってみましょうか。さあこんだけ一応クリアしたんですけどね、昔。まあファーストバトルやってみようかな。まあこれこんな感じの、まあ駒がね戦うゲームで、命令とかって、これないか、多分。これ命令をね、後でしていくはずなんですけど、こういうような戦いができると。けど、まあ、この絵柄のゲーム、最近ね、一度やってるんで、開発元が同じか全く知らないですけどね。ちょっともうページがないから見れないんですけど。だからこうやって包囲されてて、どんどん各勢力、各地の部隊が敵に向かっていってると。まあ、左下とかやばそうですけどね。で、ここに多分矢倉かながあって、で、ここに投石機、弓とか。いや、この感じ、雰囲気ですよね。大戦争って感じだけど。さあ、右下は勝利へと。右さらに敵来るね。さあ、左上はもう敵はなんかチリジリで。まあでも集まってくるのかな。まあちょっと全体的にも画面の外側まで行こうとしてると。あ、終わったね。これさすがに被害で引いていったと。こっから多分操作するんじゃないかな。ここ敵がいますね。で、ここに、騎兵がいると。で、左上にはある程度の部隊がいる。キャンプしてるよと。で、こいつを使って、まだか。こうね。まあ、ここに敵がいるぞと。スカウトです。パカラパカラと。この味方に伝えに行く。まあもう大丈夫でしょう。まあつきゃいいんじゃないかな、この辺。よし、さあついたね。これ全員が操作できると。こうやって動いていっけな。まあそのまま全員で動くか。さあ敵結構いますけどね。スロワー、トロール。あれ、あ、右上にも味方がいます。じゃあちょっと待てよと。舞台的には左の方が強いので、どう戦うかだよね。同時進行的な感じかな。ちょっと騎兵が早すぎるかもね。あ、動いた動いた。両軍動くぞ。で、細かな調整もできるんで、ちょっとかましながらね。あ、いけいけ。もっと前でないと。突き進めよと。あ、待って、右待って。よしよし、後ろつけ。兵がやられる。退却せよ。またやり部隊がいるぞ。こうとかでいいのかな、もっと簡単にね。まあ全員でこいつやればいいか。あ、でも逆になんかちっちゃうね。
よっしゃ、オッケー。なかなか難しい操作が。さあ次は守備、この拠点フォートレス守れと。どれを使って、あ、全部使えるね。なるほど、まあ、前線の部隊はあのままでいいのかな。まあ引いてくる必要はないと思うけど、まあ剣とかだよね、明らかに移動するべきは。あ、やばい、あ、いけ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 、ちょっと誰かが行かないと。あれはいけすぎだぞ。引いて引いて。お、援軍です。レインフォースメント、援軍が来たよと。半数は左へ突撃、半数は右へ突撃する必要あるのか。あんまなさそうだけども、 2-2 で分けちゃおうか。かかれかかれい。めっちゃ食らってる。めちゃくちゃ食らってるぞ。弓強いな。お、また援軍だ。出すぎかな。お部屋もなんなら前に出るくらいがいいのかな。あ、弓痛い痛い痛い。これどうしようか。こっちかな。で、あまり出る必要ないでしょう。いや、投石機地味にあるから、使いたいな。あ、また来た。左がやばいね。あ、まあ、突撃しんでいいや、ちょっと。待つか。待つのも戦術よと。行かないと。巻きついた。まあ、しかしでも投石機の範囲内、なんかしてもらって近づいてもらって、投石機を守る。投石機をが引くか。全然めっちゃずれてる。投石機は結構残るね。ナイス。で次同盟、このエルフが生き残るように、これ村だね。あ、これ右か。突き進め。進め。止まらない止まらない止まらない。ひたすら敵を引け。騎兵はあれで行こう。とにかく前に進むか。前に進んでから改善しよう。スペースバー、あ、味方体力くれるのね。命令はできないですね。いけいけいけ。弓強いんだよな。あ、いけるそれ。よし、止まんな止まんな。まあ、まっすぐ行く感じの方がいいよね。いや、左下とかにするか。どうしような、この陣形が良くないね。そもそもね、あ、後ろから敵が。弓隊はまず村に入ろう。よし、伝軍伝軍置いとこ。伝軍剣部隊も上に行くか。あ、まだまだ来るか。じゃあ前進、前進と伝軍と上に突撃する部隊いろいろ。でも戦い、そこで下からも来るぞ。おい、馬が詰まっている。おとりにしよう、おとり。弓が痛いね。行くしかないのかな。まずまず引け引け引け。詰まってるぞ。
て、まあ、前での前。あ、よし、さらに来た。よし、いよいよ。上行っとかないとな。槍に強いか分かんないけど、進むしかない。で、下がちょっと弱いかな、こうなると。あ、なんか命令できた、今。あ、命令できんじゃん。あ、命令できるようになってますね。今さら。今さら気づいてもなかなか難しい。少なくとも7だっけ ?2、4 とか、まあまだ大丈夫か。でもこの森みたいなやつが落ちたら終わりじゃないか。とにかく進め。弓対決しようよ、弓対決。あー、カタパルト、いやでも潰されるような、言っても。馬がすごい一流ね。戦うのはまず青からだね。守れんのこれ。まずは集合しよう。投石機潰せず。中華適切だね。とどまらせてもいいかな。でも追いつかれる、追いつかれる。あ、やられてる。これ結構乱戦だね。エルフアーチャー。おお、これはもともと軍が展開してて、まあ今やってるエルフアーチャーを動かして、多分前線とかに身を置いて支援しようみたいな感じだね。まあ、結構もともといるよね。回復も動かせんのか。はいはい。ああ。で、撃退しろって感じか。引いてくる。まあでも、下とかもなんかありそうだよね。ここ持ち場だとしたら結構なんかデカめだけど、アーチャーって多分回復の配置の方が大事なんじゃないかな、この感じだと。動き出したね。まあでもここもさすがに来るんだろうと。あんまり入れなそうだよな、あっちの方。まあ、行ってみようか。こんなでもいらんかな。やっぱでも来たね、下から。まあ、そこはまあ読み通り。もうちょっと前だ。戦ってる場所に回復置かないと。こうじゃない？いよいよ入ってるね。よし、かなりいいと思う。
だ守備戦が楽しいね。結構危なそうだけど、まあ、回復がうまくいけば。あでも下崩れるな。わかるよ、崩れることが。撤収。この判断を早く。まだね、明らかにここに第二の、ね、陣形があるから、ここまでは引くべきだろうと。あ、でも上から来たね。あ、右からも来た。回復の位置とかを変えとかないと。弓結構なんか位置変わってるか。やば、第二強あれまあいい、引いた位置かなりいいと思う。ラインも完璧だし、左上行かないとやばそうだな。強く引いて、弓頑張って、ナイス。もうこれ引いてもいいですね。引いてもいいというか、新たな持ち場につかないとやられちゃうな。どう守るのが正解なんだ。これどこの右か、問題は右なのか。左でなんかいけそう。左いけないか。まだ諦めるには早い。全然まだ味方はいる。邪魔で動けないね。あ、でも動いた動いた、一斉に。あ、でもまた来るのか。墓すごい立ってるけど。あ、でも無謀の衆だね。攻め込んでいく感じ。わ、これ一番苦手なんだよな。逆らってそれ動きにまあここをちょっと先に一発打って引きゃいいんじゃないか。いや、きつ。うわー、これ無理じゃない。先に位置分かってればもうちょっと配置できたけど。多少打ったら引くか。これなんか農民かなんかなのかな。いいよ、ちょ、前線をコントロールして。よしよし、まだ味方はいるから全然落ち着いて。よし、さあこういう感じのね、防衛が楽しい駒を動かす RTS ゲームですね。まあ、大軍の操作はね難しいんで、まあ、こう待って守る方が気持ちいい感じのゲームですね。Thank you.